パリ航空省に展示されたフレガートの模型。ほぼすぐるんと探査機の軌道投入に使用されるものを再現している。フレガートとは、1990年代にロシアの SA ラーボチュキン記念科学生産合同で開発されたロケットステージ。惑星探査機用のエンジンとして使われていたものをベースに人工衛星や宇宙探査機をパーキング軌道からより高い軌道へ移動させる。 上段エンジンとして利用するために設計された。現在はソユーズロケットやゼニットロケット等の上段ステージとして用いられている。これを上段に搭載したソユーズフレガートロケットは2000年2月に初めて打ち上げられた。フレガートの構造は独特のもので、6つの球体がリング状につなげられた形をしている。一般的な円筒形のロケットステージと異なり、 直径3.5メートル、高さ1.5メートルと平べったい寸法を持つ。6つの休憩タンクのうち4つは推進剤タンクだが、残りの2つはアビオニクスを収める区画に利用されている。乾燥重量は1トン程度で、推進剤を含めると6.5トンになる。リングの中心には、ロケットエンジン S5.92 を備える。このエンジンは、非対称ジメチルヒドラジンと4酸化に窒素を、 推進剤として使用し、最大2 0ラムの水力を1350秒間発生する。宇宙空間で3年の設計寿命を持ち、20回以上の再転化が可能である。この再転化能力のため、フレガートは複雑な軌道投入シーケンスを柔軟に実行できる。フレガートは ソユーズロケット用に開発されたが、ゼニットロケットで使用するには推進薬の量が不足することから下側にドーナツ状のタンクを増設したのがフレガート SB である。このドーナツ状のタンクは燃料を使い切ると切り離されて投棄される設計。このロケットを搭載したゼニットロケットは2011年1月20日に初めて打ち上げられた。ありがとうございます。